日本の一日。日本で一日に起こる出来事の数。日本の一日、厚生労働白書で公表された。日本で一日に起こる様々な出来事の数をクイズ形式にしました。まずは人口についてです。生まれるのは何人でしょうか。正解は2297人です。人口の減少数は1日あたりだと1453人です。では亡くなるのは何人でしょうか。正解は3750人です。がんでは1034人、心疾患では562人、脳血管疾患では281人、事故では104人、仕事中の事故では2人、老衰では362人、自殺では58人、です。次は、成人についてです。成人の平均野菜摂取量は何グラムでしょうか。正解は281グラムです。続いて成人の平均歩数は男性、女性それぞれ何歩でしょうか。正解は男性6793歩、女性5832歩です。次に歯磨きについてです。1日に2回以上磨く成人の割合はどうでしょう。正解は77.0% です。次に結婚についてです。結婚するのは何組でしょう。正解は1436組です。離婚するのは528組です。次に雇用についてです。ハローワークで新たに仕事を探し始めたのは何人でしょうか。正解は12652人です。それではハローワークを通じて就職するのは何人でしょうか。正解は3391人です。次に仕事中に怪我等労働災害をしたのは何人でしょうか。正解は359人です。次に労働相談の件数は何件でしょうか。正解は3256件です。総合労働相談コーナーの受理件数。次に育児についてです。6歳未満の子供を持つ親が育児・
家事に費やす時間は夫、妻それぞれどのくらいでしょうか。正解は、夫は1時間23分です。妻は7時間34分です。なお、日本の男性が家事、育児をする時間は、先進諸国の中でも最低水準です。次に、介護についてです。介護をしている人、15歳以上が介護、看護に費やす時間はどのくらいでしょうか。正解は42分です。では、デイサービスの利用回数は何回でしょうか。正解は41万410回です。では、ホームヘルパーの利用回数は何回でしょうか。正解は79万1307回です。では、一人当たりの介護保険からの給付費はいくらでしょうか。正解は4007円です。次に、医療についてです。入院しているのは何人でしょうか。正解は131万2600人です。循環器系では22万8600人、統合失調症では15万3500人、がんなどでは14万2200人です。では、通院しているのは何人でしょうか。正解は719万1000人です。循環器系では88万8900人、がんなどでは24万9500人、糖尿病では22万4000人です。続いて、国民全体の医療費はいくらでしょうか。正解は約1188億9014万円です。一人当たりだと 940.3 円です。最後に、犯罪についてです。薬物事犯の検挙者は何人でしょうか。正解は、麻薬及び向精神薬取締法では 1.53 人、アヘン法では 0.005 人、大麻取締法では 12.5 人、覚醒剤取締法では 23.9 人です。我が国、日本で1日に起こる出来事の数、いかがでしたでしょうか。新たな気づきが得られたのではないでしょうか。